はいどうも皆さんこんにちは、カンタです。今日はプロスペースがもうすぐ80年を迎えるということで、リリース日からプレイしている自分が体験してきたプロスペースの歴史を解説していきたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。まずはポイント一つ目、リーグに関してです。リーグはもともと覇王が存在しませんでした。リリース当時はリーグランク5が最高ランクとなっており、自分も正直当時のことはうろ覚えです。またオーダーに関しても野手のベンチが2枠、投手のベンチ枠はなく、先発3枠、中継ぎ3枠となっていたため、今とは大きく違うと思います。そもそも S ランクが貴重だったため、ランキングイベントの必勝アリーナで通常の S ランク契約書を取りに行った記憶があります。ちなみに2015の選手名鑑を振り返っていきましょう。当時の S ランク配布はかなり少なかったので、これでも結構やっている方だと思います。まあ、ちらほらね、全く手に入ってない球団とかもあるんですけど、この牧田選手なんかはね、限界突破なしでライトレフトが守れたので、まあ、当時 S ランクが少なかったのでかなり重宝していました。まあ、誰一人としてね、今現在の手元に2015の選手は残っていないので、まあ、そこは若干後悔というか残念かなといった気持ちです。まあ、ただね、まあ結構こういう選手名鑑とか選手写真変更できる選手、まだ現役選手関根選手なんかもね、写真変更は全然できるので、まあ、そういった点では昔からやっててよかったかなといった印象です。自分の選手名鑑としてはこんな感じになります。続いてポイント2つ目、ホームランダービーに関してです。今現在でいうホームランダービーライバルズの進化前のイベントになります。このイベントは2015年から開催されており、最初の開催は打球が全然飛ばなかったため、累計回収にかなり苦労をしました。ちなみに流し打ちなどは全く飛ばない仕様だったため、 V ロードなども引っ張りが当たり前の時代になります。また外角も引っ張った方が飛んでいたので、当時は流し打ちの技術が全く必要なかったです。続いてポイント3つ目、伝説のイベント名称アリーナに関してです。こちらは2016年に初実装となっており、その後再び開催がありましたが、行方不明のイベントとなっています。内容は監督モードで選手に指示を出し、自走車なしで試合を行うというものでした。イベント自体は不人気でしたが、報酬は豪華となっており、 S ランク契約書、 S ランク限界突破コーチが同時に手に入る、今では考えられない大盤振る舞いとなっていました。続いてポイント4つ目、アニバーサリープレイヤーの初登場。名前がアニバーサリーのため1周年の2016年に初登場となりました。当時は運営が選手を選ぶ形となっており、ガチャ形式も自チーム確定はなかったので若干厳しめの仕様です。ちなみに2017年から自チーム確定ができたので、絶対的なガチャに進化しています。続いてポイント5つ目、ドリームキャラバンの初開催。こちら2017年プロスピでいう2016シリーズ2に初開催となりました。ドリームキャラバンも今とは違う点がいくつか存在し、一番驚きなのがキャラバンボックスの内容です。なんと初開催のみ1等が S ランク契約書というぶっ壊れの内容になっていました。グランドオープン直前の時期ではありましたが、今来たら大騒ぎの内容です。またしばらくの間戻るマスが存在しており、ユーザーのヘイトを集めていた歴史があります。とはいえ紙イベントに変わりはなかったので、プロスピを支え続けているイベントです。続いてポイント6つ目、スカウト引き放題の不具合発生。こちらも2017年プロスピでいう2016シリーズ2の事件になります。当時グレードアップスカウトが開催されており、抑え選手が追加されていました。ただスカウトからは抑えが出ない仕様となっており、ユーザーの不満の声が爆発します。それに対する対応が、使用したエナジーを全て返却、獲得した選手は回収なしというものだったので実質無料勝ちとなっていました。ただこの対応が取られることはユーザーは知らなかったわけなので、引いていた方は少数派になると思われます。続いてポイント7つ目、リアルタイム対戦の実装。こちらはベータ版が2017シリーズ2に初実装され、今のプロスピを作る大きな一歩となりました。ちなみに当時のアイコンも配布されており、実際に自分も獲得しています。そして何回かベータ版のテストを得て、2018シリーズ1に正式実装されています。当時は同一方向の変化球が今より見極めづらかったので、スライダーカットボールで組み合わせるスラカットの攻め方が主流となっていました。また当時ツーシームスプリットも強いと言われていましたが、打者のテイクバックのタイミングで打つ前にストレート系がバレバレだったため、それが分かっていた上位層的にはかなり弱いという印象でした。ただテイクバックで分からないという人も多く、そういう方には通用していた印象があります。ちなみに今ではリアタイが下手くそな自分ですが、当時のテイクバックは丸分かりだったので、ストレート系は1球も投げることはなかったです。
続いてポイント8つ目、エキサイティングプレイヤーの初登場。こちら2018シリーズ1に初登場となっています。ガチャ形式など内容としては今と大きく変わりません。ただ特殊能力の方が熱狂となっており、相手の能力をかなり下げるぶっ壊れ特能となっていたので大きな注目を集めました。続いてポイント9つ目、フェスタバグの発生。こちら2018シリーズ2の事件になります。内容としてはプロスピフェスタでチケットが消費されず、無限にガラポンを回し続けられるという内容でした。そしてこの対応としては、ガラポンを無限に回し続けたユーザーに対しアカウントの一時停止やアカウント停止の措置が取られています。またアカウント一時停止になったスピちゃん出場予定のユーザーに対してはスピちゃんの出場権剥奪などもしていたので、今考えると少し厳しすぎるような対応となっています。続いてポイント10個目、スピちゃんの初開催。こちらリアルタイム対戦初の公式大会となっており、自分も出場をしていました。また当時はルールが出来上がっておらず、今とはいろいろと異なります。軽くまとめるとテロップの通りです。当時は変化量マイナス1がなく、疲労状態で使う投手のデメリットがほとんどなかったため、同じ投手を疲労で使う選手が現れました。また同一方向の変化球に回転の差がなかったため、見極める難易度が異常に高かった印象があります。続いてポイント11個目、ダルビッシュセレクションの初実装。初のダルビッシュセレクションは2020年8月の開催となっており、 OB 絡みではありませんでした。この年あたりからセレクションが豪華になってきたので、エキサイティングプレイヤーと優先度が逆転した印象があります。また新しい能力のダルビッシュ選手が登場したということで、大きな盛り上がりを見せていました。ちなみに当時自分もガチャを引き、無事に30連でダルビッシュ選手を当てる神引きを決めています。続いてポイント12個目、その他リアタイの歴史に関してです。直近数年間だと致命的な不具合もないので、主にリアタイ関連のことばかりになると思います。2019の非表示時代、シンキングスプリットの組み合わせでマー君が強かった時代、ムービングの赤堀選手が強かった時代など、いろいろな環境を得て今のリアタイのシステムがあります。ただ大会の超高速フェードのルールに関しては2020年から続いているので、割と長いのではないでしょうか。今後のリアタイの変化にも注目です。プロスピの歴史は以上となります。知らなかった情報はあったでしょうか。自分はリリース日からプレイをしており、全て体験しているため後悔したこともたくさんあったと思います。ただ今も楽しくプレイができているので、コナミさんに感謝です。皆さんの覚えている事件イベントなどがあれば、よければコメント欄で教えてください。この情報が良かった方、面白かった方、ぜひ高評価チャンネル登録のほどよろしくお願いします。続いて毎回恒例のイベント途中経過です。イベント攻略動画で解説した通り、自然回復で進めていた自分の進捗状況としては、全ての報酬の回収が完了しました。11日の午前9時に累計回収が完了した形です。また昨日マスカの試練大解放単独開催があったので、自然回復分のスタミナは試練に回しています。チャレンジカップが終わっていない方はそちらをこなし、終わり次第試練をやるのがいいでしょう。立ち回りを参考にしたい方はしてください。本日の動画は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。明日は金曜日の更新がかなり大量になりそうなので、それについてまとめた動画を上げる予定です。よければ見に来てください。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。